皆さんどうもこんにちは、チャンヘイです。さあ減量末期のトレーニーのね、一日を軽く取れればいいかなと。朝食だいたい8時ぐらいになります。もういつもと一緒、鶏胸、ね、卵、ブロッコリーですね。今日はね、仕事休みで朝からトレーニングに行けるので、朝ちょっとどら焼きです。これを食って、だんだん夜にかけて糖質の量を減らしていくと土日の過ごし方ですね。いただきます。たまんないよね、和菓子ってさ。今自分が飲んでるものとか、まあ、マルチビタミンと亜鉛ですね。朝に一粒ずつ飲んで、サプリメントはもうそれだけですね。プロテインとかももう一切取ってません。あとは特茶、大会2週間くらい前から飲むようにしてます。もう残りの脂肪をね、削るためにできるだけの努力はするということで特茶を飲んでます。トレーニング前、これもね、カフェインとかね、脂肪燃焼効果にいいんで。で、あとはもう水をね、ガバガバ飲んでます。大会当日にね、こう排出しやすい体を作っておいて、パリッとした仕上がりにするという目的でやってます。塩分も取らないと塩分流れていっちゃうんで、多めに取っています。コーヒーがね、カフェインで目も覚めるし、いいね。現在11時半ですね。今トレーニングを2時間ぐらいかなやってきました。ご飯ね、 100g と今朝の鶏胸肉とブロッコリー、納豆ですね。醤油とかからしをかけずに食べたいと思います。鶏胸、ちょっと塩分強めで食べます。3食目、ご飯 50g ですね。で、あと鶏胸ね、鶏胸肉、お味噌汁ですね。こんな感じです、1日。土日はですね、だいたい朝やっぱりああやってどら焼き食べたりお団子食べたりして、朝一に一番糖分を入れてトレーニングすぐ行って、その後にだんだんとね、昼夜ってね、糖質の量を下げていく、そんな感じの生活をしていますね。体はね、良くなってきました。体重の方がですね、 66.9 ですね。自分の最終的な体重なんですけど、 65.4 かな、あと1キロぐらい落として、そこから水抜き、塩抜きして、合計で30キロぐらい減量することになるかなと思います。今回ね、カーボディプリートをしたいと思います。カーボディプリートっていうのは、まずね、3日間ぐらいね、糖分を完全にカットします。そうすることによって体内のグリコーゲンがほぼゼロになるんですよ。その後にね、2日とか3日とかカーボアップって言って、炭水化物をたくさん取るんですよ。それをすることによって炭水化物の吸収が良くなって、筋肉に張りが出る。とりあえずやれることをね、やってみたい、自分に合うかどうかっていうのを模索してね、やっていくのが今後のね、役立つと思いますし、そうしていくしかないと思っていますので、ディプリートをやることを決意しました。今ですらグリコーゲン全然満たされてないんですよ。気力をね、全部使って根性で乗り越えたいと思います。自分なりのね、最大限の努力をして頑張りたいと思いますっていうのをね、ツイートしたら、結構やっぱ SNS によって考え方が多分あって、ツイッターの人たちの言葉にめちゃめちゃ助けられてるっていうのと、自分が満足すればいいんですよ。努力して頑張って、それが出た結果なら悔いはないと思うので、自分ができるだけの努力を最大限にして、どうなるのか、結果はドキドキしてます。早くね、チャーハン、唐揚げ、餃子食いたいと思います。また会いましょう。 See you next time.